さあスプラトゥーン3、いよいよ腕前 S への昇格戦だ。試合行く前に料理でも食べていくか。おばちゃん、なんか売ってよ。じゃあこのイカダッシュアップルのジュースとフードは、あ、売り切れだな。揚げ揚げバサミサンドと、やっぱ健康に気を使って巻き網ロール720度720、これ食べていこうかな。これ全部食べていけば腕前 S いけるだろう。リアルの料理で作っていけば勝てるでしょう。というわけでスプラトゥーン3の料理本気で再現してみた。そして S 昇格戦に挑む。ヒカキン TV Everyday。 ヒカキンクッキングだよ。後半にゲーム実況もあるよ。ブンブンハロー YouTube。 どうもスプラトゥーン3ガチガチにやってるヒカキンです。今ね、本当にニンテンドースイッチの今までのソフトの中で一番人気があるみたいなね、話も聞くくらい社会現象を巻き起こすくらいの人気のあるスプラトゥーン3なんですが、今見てくださってる皆さんもプレイしてる人多いんじゃないでしょうか。で、冒頭でもね、行きましたけど、ゲーム内のロビーにある、なんかおばちゃんがいる、魚のおばちゃんがいる売店で、なんかこう、料理とかジュースとか買えるんですよね。あそこにある、料理とジュースを本気で食材も集めたんで、今日は再現していこうと思います。で、なんでこれをやろうと思ったかというと、ツイッターで、もうスプラトゥーン3発売してすぐかな?めちゃくちゃ完璧に再現してる方がいて、パムさんという方が、写真ではあったんですけど、ツイッターで再現したっていうので、めちゃめちゃクオリティ高くてね、めちゃめちゃ話題になってたんですよ。それ見てやろうと思いました。そのね、パムさんのツイートは、動画の概要欄の方にリンク載せておきますので、作りたいっていうチャレンジしたい方は、ぜひ参考にしてみてください。僕もね、参考にさせていただきます。さあ、で、今回ね、3品作ります。イカダッシュアップルドリンクと、巻き網ロール720、まあ、720度かなあれと、揚げ揚げバサミサンド、この3つを作っていきたいと思います。難易度がバクタカです。ただね、この食材とかね、準備したものを見ていただけたら分かると思うんですけど、ガチでやっていくんで、じゃあまずはドリンクから作っていきたいと思います。ブーンブーン。はい、それではイカダッシュアップドリンク作っていきます。なんかね、ゲーム内の写真見ると、なんか丸いこうシュワシュワみたいなのが入ってるんですよ。多分これ炭酸なのかなと思って、今回、三ツ矢サイダーに、食用色素ピンク。まあ、食紅のピンク版みたいなやつ。これ入れれば、まあもうジュースは OK かなと。で、あとは、食品保存用のポリ袋のちっちゃいやつと、黒いストロー。そしてあと、止めるヘアゴム。で、あと、頑張って自作したイカ即シール。これを貼っつけて完成。まあ、これは簡単だよね、多分ね。じゃあ、まず三ツ矢サイダーを注ぎ込むか。三ツ矢サイダーの中にいきなり全部ピンクの色素入れちゃってもいいんだけど、まあ、ここに三ツ矢サイダー入れて、色素でいいよな。ちょっとなんか、心配なんで、お椀でやろう。それじゃあ三ツ矢サイダーを開けていく。うふす。こんな美味しいジュースなのかね、ゲーム内のやつも。さあ行きましょう。黒に入れていく。これ大丈夫かな?おーおーおー、やばいやばいやばい。あ、でもなんかいい感じになりそうだな。なんで袋システムなんだろう。あ、でも海外だとなんかこうやって水売ってるみたいなの見たことあるな。ちょっとまだ色がついてないんで見づらいと思いますが、あ、このお椀にして大正解だ。結構たっぷり入ってんのよ、あのゲーム内のやつが。あのおばちゃん、ね、奮発してんのよ。めちゃもう大盛りだよって感じで。あー、でもこんなもんだな。あんまりやると持てなくなるから無理しないとこう。こんくらいしとこそう。お椀の限界が来るんで。よし、これで、ピンク食紅。これ大丈夫かな?ちょっとにしとかないと、めちゃめちゃピンクになっちゃうかもしんないんで。てか、赤くなっちゃうとかね、怖いし。うわ、超ちょっとずつ入れていくわ。はい、こんな感じでいきます。うわ、ほら、濃いじゃん、濃い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 。これで、でストローで混ぜてみる。おーい、いいじゃないの。スプラトゥーンの BGM が聞こえてきそうな。ピンクのような色になっていますね、これね。おお、やっぱり濃いから、あー、危ねえ。これ以上入れると赤とかになっちゃうかも。おお、もうちょっとでいいかな。まあ、もうほぼ完成だな。まあ、せっかくなんで、でもね、薄いのもちょっと嫌だからな。はい、これで OK。 簡単だね。まあ、味は三ツ矢サイダーなんで、まず美味しいよね。多分この食紅的なやつ味しないしね、あんまり多分。よし、原宿で出店したいな。
よし、これで、後でストロー入れるのは難しそうだから、こうやって、おぉ、めっちゃいい、めちゃんこいい、これで結ぶ。ちょっと本当はね、なんかもうちょっとちっちゃいゴムとかがあったらよかったのかもしれないけど、まあヘアゴムも何重にもすれば、バシッと止まるでしょう。すいません、ロン毛にしたことなくて、ヘアゴムを使用したことがなくて、これ何重に結べば止まるんだろう、これ。ほら、ゴリ押していく。よし、おわーし、これで、いいぞ、初っ端大成功だ。あとはひかちゃん特製のこのイカ即シールを貼るだけだ。イカは左向きです。はい、間違えちゃダメですよ。うん、もうちょっと入れた方が良かったかな、これ。ちょっと増量させたい、やっぱり。ミスった、あべ、あ、シールが、あべ、ちょっとこの袋1リットルぐらい入ってねえか。うちはね、さらにね、おまけで1リットルだよ。危ない危ない危ないね、大サービスしすぎてお椀が耐えられないよ。正直もうこれ飲むこと考えるとやばい量になってるけど、ちょっと大奮発しすぎて、これは今度逆に困っちゃうかもしれない。ちょっと多いな、これ。ちょっと飲んでいいか、飲んでいいか、これ。ちょっと冷やします。うまい、なんか赤いとより美味しく感じるぞ。なんかこんなもんだな。うん、飲んで減らしていく、お店では絶対やっちゃいけない行為です。ああ、縛るところがもう少ないから、これは難易度が高い。店員さんはめちゃくちゃ手先の器用さが問われてくるぜ。ストロー後から入れたいけど入らなくなりそうだもんね、後からだと。うん、もう1分くらいでできちゃうだろうと思ったら甘かったぜ。よーし、できた。いきます。なんかほんのりちょっと左下がりで貼られてる気がするんだよな。よし、あ、すごいすごいすごい、クオリティ高い。よーし、できたー、イカダッシュアップルドリンク。実はリンゴの味はしませんが完璧だ。めっちゃ重いです。これを飲んでスプラトゥーンの中の子たちは頑張っているんだな。はい、ちょっと袋引きちぎれそうなんで、これちょっとお椀に入れて、多分大丈夫だよね。おーし、はい、この状態見てください。この状態です。あ、おっと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 、これを冷蔵庫に入れて後で料理と一緒に食べたいね。あ、舌だな、これ。ストローの高さがあって、よし、よし、よし、続いて巻き網ロール720、720度作っていきたいと思います。ブーンブーン、はい、それでは巻き網ロール720作っていきます。これゲーム内で食べるともらえる経験値が2倍になる料理ですね。で、材料はこちら、ドドン、ビーフレタス、キュウリ、アボカド、紫キャベツ、もうこれちょっと僕のオリジナルになってくるんですけど、ワカメで、なんか白いやつもピョンって乗ってて、これわかんないからもうクリームチーズでいいかなと思って、本当はなんかマヨネーズにしたいんだけど白いからさ。で、あとサーモンですね。で、それを包み込むトルティーヤ、ピザみたいなあの薄いやつね。はい、ってな感じの材料で作っていきます。はい、まずトルティーヤがね、こんくらいのちょっと大きい方を選んだんで、ここにまあ乗ってって最後こう巻く感じになると思うんだよね。なのでそれを考えてちょっと分量を切っていくんですけど、まずリーフレタス、これ葉っぱ1枚あればいいよな。できるだけ平凡な形のところがいいんだけど、どこだこれ、ぐにゃー曲がってますね、あなたね。ほら、これ切る必要なしですね。あ、でもカーブしてんな、これ。この辺どっちかかな、こっちかな。でかい方にしとくか。ゲームのやつよりちょっと奮発してる感じも ありだよね。めっちゃここが曲がってるけど、まあちょっと切っちゃう感じは、これここ飛び出ちゃいそうなんで切っちゃいます。ほら、で、これで切ったこういうのはこうやってもいいのかな。レタス超好きなんですよね、僕。イタリアンドレッシングで。次、じゃあキュウリいきますか。キュウリは結構入ってんだよね。細切りみたいになってんだ、めちゃめちゃ。こういう風に斜めに切って、もっとこんくらい超攻めていく、飛び出てきてほしいからな。はぁ、すごい美味しい、あのサラダって感じの。ただあんま薄すぎても緑が際立たなくなっちゃうから、ゲームのやつだとね、まあ、緑はまあまあ際立ってはいて、むずいですね、これ。お手本がイラストなんでね、これをこうなんだけど、まあ、ちょっと後でインパクトなくなりすぎても嫌なんで、こんくらいの太さかな。うん、よしよしよし、いい感じいい感じ。これでサラダ作ったらうまそうだな。うん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 、それっぽいそれっぽい。これはごついキュウリの方がそれっぽくできるかもしれないね。うん、ぽい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 、オッケー、キュウリこんな感じ、いいね、それっぽいね。はい、野菜はちょっとシャキシャキでいてほしいので水に入れときます。オッケー、紫キャベーツ、あんまり切ったことない、昔あるけど一回
なんか細かくちょっと乗ってる感じだったんで、こういう感じでいいのかな。で、あんまり細かくしちゃうとなんかパラッパラでなんかね、落ちていっちゃいそうなんで、どうしようかな。ちょっとだけなんかでかいの切るぐらいでいいかな、こうやって。うん。なんせ正解がないですから、この料理は。あの画像だけが頼りです。こんなもんかな。うん。豪快でいきます。最難関、アボカドー。アボカドじゃありません。アボカドです。って感じで僕切ったことない気がする。これはさすがに。初アボカドカットいきます。ちょっと怖い。真ん中から。はっ。うわ、結構硬い。これ怖いな。自分の手に向かって切るの。オッケーオッケーオッケー。はい、ぶつかりました。で、こう、くる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 。おー、簡単だ。なんかね、ダイエットとかにもいいイメージだけどもね。ヘルシーでね。オッケー。多分いっているはず。これで。ファイヤー。ああ、こんな簡単なんだ。おー、 CM かのように綺麗で、この種はなんかまるでマイナスドライバーでネジを回すようにこうやって入れて、ああ、本当だ、取れた、びっくりした。すごいすごい、ほらもう回転してんのよ、もうくる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 、売れてるから取れやすいっすね。やばいやばいやばい、ああ、アボカドが崩れていくからちょっと、ああ、なんかこれ可愛いね、なんかね。あら、よし。で、ここを半分にして、ああ、つうか、皮ってこんな硬いのか、なんかライチみたいなさ、バカ切ってんね、これ。よいしょ。メロンみたいになってますが、これで、おー、あ、これなんか、かつていろんな野菜切ってきたけど、一番慣れるとなんか気持ちいいかもね、これ切んの。ほら、見てこれ。こんな綺麗に剥けるんやね。みかんとかより超綺麗に剥けんじゃん。パッと見フルーツにしか見えないね。はい、切っていきます。イラストはゴツゴツしてるんで、もうこんくらいでいいんじゃねえかな。メロンみたいなんだけどさ、うん、いい気がする。ツルツルして切るのむずいね。2本しか出てないからこんくらいでいいかもな。あ、なんかマグロみたいだよね、これ。たまに言うでしょ、醤油とわさびつけるとマグロだみたいな。マグロっぽいな。おいしい。はい、それでは多分この主役かな、鮭。まあ、これサーモン買ってきたんですけど、鮭みたいな形してんのよね、画像を見ると。なので、ちょっと鮭を形成していきたいと思います。ということで、意味わかんないと思うんだけど、これこういう風にこういう風にごまかして、なんか鮭みたいにしようかなと思って。いきます。鮭を形成していく。多分これをやってるのは人類史上僕だけです。まずここでこう切ります。まあ、これはね、刺身で後でおつまみとして食べられますから、ここもこうこう落としていきますね。これもそのまま入れちゃいたいと思います。ちょっとでかいんだけど、イラストこんぐらいのボリューム感じるのよ、これ。もう一個。こういって。これ2本入ってる。どういうこと?っていう。私はゲーム内で売れるぐらい綺麗に作りたいんだ。オッケー。これが多分こういう感じでね、こういう感じで入ってるんだ。いいね。そいじゃ、トルティーヤに巻きつけていくって感じで。トルティーヤに巻きつけるわけじゃないね。トルティーヤを、巻きつけていく。まずレタスだな。こう。で、なんとなくはみ出してんのよ、もう。明らかにテイクアウトして3秒ぐらいでこぼれ落ちる感じの盛り付け方してんのよ、あのおばちゃんは。で、実物の方がうまく見せたいよな。ちょっとレタスからあんまはみ出すぎたくない。まあ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 。こんな感じかしらね。で、手前にちょっとこうはみ出してきて。でけえ。で、おっきい方の鮭の上にキュウリがやたら乗ってます。ちにバッサーって乗ってます。太すぎたかもしれないけどな。サーモンごつくなったからちょうどいいだろう。で、アボカドがちょっと顔を出してるみたいな感じなんだよな。重ならねえ、ごつすぎて。ぬるぬるするぜ。よし。で、ここら辺にちょっとワカメが乗ってて、よしよしよし。相当高いぜ、作ったら。で、鮭の横ら辺、このちょっとこの辺に紫キャベツがわっさーって感じに乗ってて、これ負けるかな、俺。鮭のボリュームがでかすぎて、築地の海鮮丼より豪快だぞ、これは。こんなもんで、あとクリームチーズだけ。ゴールはすぐそこだ。あ、これ案外形状が、形状記憶というかですね、硬い感じでいいね。これをアボカドの横らへんと紫キャベツの間ですね、この辺ですね。うわーし、いやうわうわ、これであとは巻きつけていく。うわうわ、おお、いい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 、よし、いった。あ、紫キャベツ消える。鮭たちももっと、あー、躍動感だ。あー、ちょっと、君たちは本当にもう世話が焼ける子たちで、こんくらいでいいのか。そっかそっか、もうこう、もう見た目が全てだから今回は。えっ、オッケー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 、こんな感じこんな感じで、あとはこの紙、このちょっとイケてる、なんかあのね、原宿表参道感のあるこの紙に入れれば折っちゃうとかね。もう見えない、見えないからね、ここね。はい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 、あとこれに入れれば、うお、
ゃやばい、これ多分紙で押さえつけてテープとかで止めないとうまくいかないかも。これもう奇跡の1枚みたいなタイミングで写真撮らないと崩れていくかもしんねえ。ツイッターの方超上手だよね。よし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 、いい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 、まんまやん。すごくねこれ。明らかにこれラーメン一杯分よりボリュームありそうだけど、こんな綺麗にできると思ってなかったんで嬉しいね。ちょっとじゃあこれ後で食べながらね、腕前 S 昇格戦挑みたいと思います。ちょっと一旦冷蔵庫入れて、いよいよラスボス揚げ揚げバサミサンド作っていきたいと思います。むずそう。ブーンブーン。はい、というわけでラスボス揚げ揚げバサミサンド作っていきます。材料はこんな感じ。ドン。またしても現れるリーフレタス、そして一応今回の主役級パンですね。これ朝飯っぽいパンです。なんかちょっとフランスパンのようなね、なんつうんだろう、ちょっと豪快な硬いパンで、甲殻類もありますね。これ赤エビとソフトシェルクラブで、あと焼きそば、青のりで、レモン、あとこれちょっとね分かんないんだけど、イラストになんか黒いもんが入ってて、まあこれ海苔ではないよなってことで、ちょっと僕が考えた結果ブラックオリーブになりました。朝はパンって感じで、パンをまず切りましょう。上が薄そうだなやっぱり。ってことは下分厚めだよな、普通ハンバーガーもね。よし、こんぐらいかな。ふいっ、固い。はい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 、いいねいいね、きた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 。うわ、もちもちなんですけどこのパン。いいパンをチョイスしている。いわばバンズですよね、ハンバーガーでいうバンズ。はい、これ切り離してしまいます。ほぼほぼサンドできてなかったんでね、あのイラストもね。うぃー、うわ超うまそう。なんか米粉パンみたいな香りすんな。いいね、オッケー、これでパンはオッケー。大変なとこ行っちゃうか。一個超大変なのがあって、これエビ、これイラスト見るとわかるんですけど、イラストドン。お分かりいただけただろうか。なんかさ、尻尾突き抜けてるっしょ。これね、うちのヒカキンスタッフが気づいたんだけど、エビって揚げるとクルーンになってくるらしいのね。しかしこのスプラトゥーンのエビはピーンってなってんの。これね、エビ下準備しないとまっすぐになんないらしくて、できるだけ歯向かってまっすぐで揚げたいので下準備していきます。いきます。エビのプロヒカキンです。まずこの甲羅みたいな、甲羅っていうか、まあこれ1,2,3,4,5 で、これ最後のやつは残しておいた方が綺麗らしいんで、ここ取っていきます。エビを剥いていく。ここで万が一ちぎれたら終わりです。ごめんなエビさん、あんた今回の主役級なんだわ。ちょうどまっすぐになったら、ほらパンからちょうどはみ出るんじゃねえかくらいの長さはあるんで、ちょっと際どいけど少しも縮み上がるんじゃねえぞ。油でな。ひぇ、俺はエビも剥けねえのかよってぐらいエビむずいね。優しく優しく、エビさんに優しく。よし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 、オッケーオッケー。で、このね、上側のあるこれこれ、この芯みたいのをへし折る。ただ尻尾は取らない。うぅー、オッケー。で、次、背中と腹をね、ちょっと切れ目を入れて、なんか背綿をまず取る。中がほらこれ黒いじゃん、なんかこれをね、出してあげると。ていうか、エビ料理ってこんなに手間がいるんですかって衝撃を受けたんですけど僕。はい、ほら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 、これを洗ってあげると。うい、こんな手間かかってるんだエビって。やばいっすね、大変だこりゃ。はい、オッケー。で、次お腹側の真っ白な何もないところに3ミリぐらいずつ切り目を入れていくと。うい、これで多分筋肉みたいなね、あの繊維をぶち切っていくことによってカールしないらしいです。なんという奥深さ。よし、で次に背中側からこうやってぶつぶしていくらしいんだよね。あー、来た来た来た、ぶちぶちってなるのよ、ドゥルドゥルってなるのこれ。あ、潰れてるわって感じ。これで、あとは尻尾の水を抜く。はい、尻尾の水抜き。こういう風に、尻尾がこうあって、こういう風に切ります。あんま切るとな、ルックスが、エビ感がなくなってしまうんで。よし。これで、こうやって。こんなことが必要なんですね。なんで必要なんでしょう。こんなもんですかね。OK かな。頑張りました。はい。これで OK。確かになんか、まっすぐになったわ。長くなったな、おい。よくやった。さあ、それでは衣をつけていきます。で、エビはこのね、体の部分だけ、身の部分だけつけるらしい。なんてこった。いきます。ほい、こういうことだろ。ほら、お風呂に入れてあげてんだ。ほら、で、これでほらパン粉いっぱいつけないと。生パン粉です、ふわふわのやつです。
うおー、なんか喜んでそうだね、エビがね気持ちよさそうだね。もう一匹もちゃんと下準備バッチリしたんで、はい、よし、オッケー、これで揚げていくと。はい、それではエビを揚げていこうと思ったんですけど、エビ衣もちょっと取れると思うんで、先にカニからいきます。で、カニは何もつけないで素揚げです。大丈夫かい君、赤くなってくれるのか。くにゃくにゃなんですよこれ。ソフト、ソフトって名前だけあって本当にくにゃくにゃ。ほらほら、もう全然やる気ないでしょ。ほらもうグダーン、いけ、カニを。うわー、離れろ、カニを。あ、ちょ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 、やばい、ガーカニを。カニを、温度が高すぎたかも。なんかさ、やばいのがカニが膨らんでなんか爆発しそうなんだけど。うわー、怖かった。めちゃめちゃエビセンみたいな顔してるけど。カニを、カニを、びっくりした。最後まで俺油断しねえからな、カニを。いや、怖くて取れねえ。大丈夫か、ビビんな、ビビんな。あー、なかなかカニを一匹くらいでビビるな。よしよしよし、カニを、カニを。よし、なんか中身空っぽになってるけど。よーし、カニを、カニを。はい、それでは油180度ぐらいにしてエビいきます。カニみたいになんなよ。いってらっしゃい。おー、あった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 、あった、あった。うわー、勢いで行くしかない。うわー、怖すぎ。本当に君たちは世話が焼ける甲殻類だね。あー、いった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 。あー、水抜いてなかったら大変なことになってたの、これ。ちゃんと尻尾のね、水抜いたから。うわー、皆さんもエビフライは気をつけてください。もう火消してるんだけどね。ちょっとか、こいつ爆発しやがった。危ない。あのね、かなりね、ちっちゃい油がこの辺に来たけどね、ちっちゃくて大丈夫でした。ね、皆さん気をつけてくださいね、もう。ドンだって。あ、いいね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 。本当にすごい曲がんないわ。私の頑張った下準備のおかげで結構ストレートなエビになってます。これでちょっとなんか黄金色になるまで温めますかね。あっ、ちゃっちゃっちゃっちゃ。あー、やばい。ギリギリだな。やっぱりちょっと、あの、あー、首がポーンって感じで。あ、でもね、あ、これわざとやったんですよ、実は。後でわかります。はい、多分3分ぐらいはもう油で揚げたと思うんで出しちゃいますね。もうエビくん、ありがとな。はい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 、いい色。カニよりちょっといい色。カニはちょっと激しく熱しすぎてちょっと色が赤を通り越してしまいましたが、はい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 、あ、いや違います、違います、繋がってます。はいはい、繋がってます。イエーイ、これで油系は OK だね、一旦ね。ただあと焼きそばだな、次。いらっしゃい、いらっしゃい、焼きそば作りまーす。今日何個作ってんだよ、もうこの後目玉焼きもあるんだよ。はい、油を軽く敷いて、はい、で今回具いらないんで、麺炒めてすぐ完成なんだよね、これ。はい、麺入れていきまーす。よいしょ、あー、よいしょ。また跳ねてくるな、本当に君たちは今日は。はい、ここに水を入れていく、ほぐす。はい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 、60ml。大丈夫か、水と油だ。うおー、あ、一気にほぐれてきた。具なし焼きそばだよ。こんなしっとりするんだな。はい、水がだいぶ飛んだ感じがするんで、ここに粉末ソースですね。いいね、海で食べてえな。うん、うわ、普通に具入れて食べたいんだけど俺。いや、ダメだ、何を言ってんだ。油飯を作ってんだ。うわ、超うまそうなんだけど。青のりはね、盛り付けてからでいい気がするんで。うん、そんなもんかな。これ以上やっちゃうとカピカピになっちゃうと思うんで止めます。 OK、 焼きそば OK。 焼きそばを一旦避難。ほい、うまそう。いや、これはもう間違いなく美味しいよな。もう美味しいに決まってんじゃん、こんなもん。こうやって、あー、マジでうまいやん。私気づいてしまいました。イラストドン。これ見るとさ、なんか目玉焼き作ってから一個一個盛り付けていくっていうとなんかむずいかなっていうか、順序的に目玉焼きを最後にもうパーン乗せるように、今もう目玉焼き以外盛り付けておいた方がいいんじゃないかなと思いまして、準備していきます。はい、今紙とパンはこんな感じでイラスト通りにやっていて、こっからちょっとうまくイラスト見ながらやっていきたいと思います。はい、オリーブ一応薄く半分に切ります。こんな感じで。コーヒー豆みてぇだな、これ。で、このパンの際ら辺に置いたんだよな、こうやって。はいはい。
で、レタスっすね、ここに。ほぼでもちょっとしか見えてないんで、レタスが。多分下が見えてないんで。よいしょ。それで、まあ、一回これ上のバンザどかして、オリーブにちょっとかぶってんのよ。そう、こぼれそう。うん。こんな感じかな。はい、レモンは、こうやって、薄切りで。はい、これが、オリーブの、この辺だな。細かいねー。ちょっとねー、このイラストのカニがね、もうちょっとでかくてね、なんかね、生き生きとしてんだけどね、うちのカニオはね、なんかね、もうね、油にね、なんかね、高熱で熱せられてね、もうしなしなになっちゃったんだけど、カニオ頑張れ、主役だぞ。このカニオが、こういう感じで、はみ出てんだよね、もうほぼ。よーし、よーし、いいぞ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 。で、ここで、エビオですね。エビオは、これね、多分なんだけどね、このエビ長すぎなんですよ、イラスト見ると。だから、顔が、ここら辺にこうやってあって、で、こっちも、エビオ。ぶっちゃけ顔と、もう、独立させても、まあ、うちは見た目重視のお店なんで、ごまかしていくーって感じで、焼きそばで後でごまかします。で、多分、エビの胴体が、最後、パンで隠れるんで、こうやって繋がってるっぽく見えるんですよ。こう。なんか人気出そうなルックスしてきてるよ。カニをしなびてるけど。あとは、まあ、目玉焼きはこの後作るとして、この焼きそばで全てをカモフラージュしていく。カニが小さいんだよな、ちょっと。カニのもう背中くらいまでいってるから、結構焼きそばパンなんですよね。こうやってエビをカモフラ。まるでエビは胴体に繋がっているかのようにな。もうちょっと美味しそうに見えるように。もう私なんか CM の食品担当みたいなくらい細かくやっております。よーし。めちゃくちゃうまそうにできてんだけど。で、これで青のりを上に、カニ側っすね。カニ側に結構豪快にこの辺に。うえいい香り。オッケー。あと目玉焼き乗せて完成だな。じゃあ、目玉焼き作っていきましょう。焼きそば余ったぞー。うまっ。作っていきます。この野郎。やばい、こういうことすると。綺麗に作りたいからね、私ね。よーし、後で君の位置を真ん中にしたいんだよ。さあ、行きましょう。目玉焼きさん、ゴー。よし、よしよし。あ、真ん中行ってるね。いいね、いいね、いいね。もうちょいこっち。君、もうちょいこっち。あなた、立ち位置、こっち。こうやってるとなんかいいらしいよ。真ん中になるっぽい。これ、超むずいんだけど、今イラスト見てもらうと分かるんですけど、焼きそばの上であり、エビにもちょっと乗ってるけど、パンとの間に君は半分。三日月の状態でって感じで、条件がもう厳しい。めっちゃ綺麗にできたんだけど。これで、もうこれ奇跡のバランス保たなきゃいけない。焼きそばの見栄えを悪くしてはいけない。パンがしかしここで終わっている。厳しい戦い。ああ、君がちょっと半熟でやばい、まずすぎる。おい、全てが崩壊するかもしれないよ。ちょっと目玉焼き、あ、いや、生きてる。ちょっと危険なんで上側に乗せます。もうちょっとだけ。君が怖い。頼む、じっとしてて。マジでじっとしててね、あなた。すごくね、これ100点だよ、もうこれ。頑張ったもん。いや、ここまで綺麗にできると思ってなかったよ。ちょっとこの後食べながら、じゃあバンカラマッチ腕前 S 昇格戦。多分これ食べたら3連勝で S いけるでしょ。ブーンブーン。さあ、行くぜ。このじゃあサラダの方から食べるか。これちょっと持てるのかな、これ。うわ、持てるわ。いただきます。どんな味がするのか。味つけてないけど、そもそも。いただきます。生のサーモンの味だ。よし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 。あー、危ない、怖いな、これ。こぼしたらゲーム機かかる。
はい、いただきます。あ、というかあれか、売店に行こうか。やばい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 。あー。おばちゃん、おばちゃん、ジャイロで上向いちゃう。はい、おばちゃん、ほら見て、おばちゃん見てこれ。おばちゃん、おばちゃん、俺さ作ったんだよ、おばちゃん。同じのすごいでしょ、おばちゃん。ね、いただきます、おばちゃん。あー、さっきのサラダロールのあんま味がしないあれをかき消してくれるな。あー、三ツ矢サイダーだからな。おばちゃん、おばちゃん、おばちゃん、すごいでしょ、ほら同じでしょ、ね、おばちゃん、いただきます。これどこ食おうかな。じゃあ、エビと、この卵と、この焼きそばのあたり、いただきます。うまい。うまい。こっちはうまい。カニいただきます。うまい、うまい。よーし、いけるぞ。揚げ揚げバサミサンドはめっちゃうまい。あー、ドリンクもうめえ。よし、これ勝てる気がするわ。やっぱりね、焼きそばとエビとかね、なんか味がもうしてるからうまいわ。よし、じゃあちょっと美味しくはなかったけど、この経験値上がる巻き網ロール720、これ食べていこう。オッケー、おばちゃん、前の効果が残ってる。あ、もう消しちゃ、もう消していくよ。あ、やっぱいいか、やっぱいいや、食べないよ、こう。よし、いきます。はい、くじを引いて、これを裏側から引くんです。いいの出ますように。さあ、まあ普通だね。ちょっと手に油がついちゃってるけど、いきます。バンカラマッチチャレンジ昇格戦、今ガチホコですね。よし、料理を食べた俺は強いぜ。いきます。ほら、バリアブルローラーです。ギアパワーはこんな感じです。さあ、いきます。ちなみに1回昇格戦負けてます、ヒカキンゲームズで。なのでリベンジです。そん時もガチホコで負けてるんで。よーし、やばい、ちょっと 手に油ついちゃった、カニ用の。やばい、スティックが油っぽくなってる。よーし、よろしく仲間のみんな。こっちの武器は筆。あ、なんかバランスいい感じかな。ただ相手はガロン。あー、相手もなんかホコだからな。ホコバンバン、もう超激しい戦いだから多分。相手早い。俺はミサイルちゃんと貯めます。来てる来てる来てる。やばい、スパッタリーが入り込んできてる。溜まった。これでいいか。 OK、 勝つぞ、俺絶対エースになるんだ。なんかいけそうな雰囲気してるな。めちゃめちゃこっちが押してるので、なんか今日いけそうな気すんな。何？この油断が、私はまだ A 隊にいるということか。ちょっと待って、なんかでもね、あれ、味方囲んできてくれてんな。 OKOKOK、 矛は実は塗るのも大事だからな。ちょっと待ってね、俺冷静に行く。奪われているが、なんかいけそう。あれ、まただ。待って、またどっか行った、敵が。やばい、あぶね、あー、やばい、全然ダメだ。ちょっと待って、大丈夫、こっからだよ、こっから。勝ってるからね。ちょっと待ってね、今日ね、あんま伝わってないと思うんですけどね、料理作るのに7時間かかってるんですね、僕。実はね、撮影に7時間かかってて、全然、ちょっと待って、なまってる。 OKOKOK、 なんかでも落ち着いてんのよ、試合が。ここに多分集中してるから。あー、もう一人ロックオンできたな。 OK、 2人倒したよ。今一気にいける、一気にいける。うん、ほら、ワイパーアウト。 OK、 いけるいけるいける、今日いける、調子いいぞ。やばい、引け、一回引け。 OK、 いいよ、いいミサイル、避けづらいだろ。 OK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 、 一人倒した。よしよし、なんか以前やった時よりなんか調子いい。 OK、 ワイパーアウト。
俺が持つ。ガンガン行こうぜ。カニ、ナイスカニ。カニだ。俺がカニを作ったからだろ。カニ、味方はカニ。ほら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 、ゴリ押しだ。ほら、誰か塗って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 、カニ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 食べて、カニ、カニの皮食べて、カニの皮。もう、カニ、あー、よしよしよし、エビチップスみたいな味だな。うん、カニなのにな。オッケーオッケーオッケー、だいぶいけそう。オッケー、な、仲間もなかなか、こっから逆転負けなんて許されないからね。オッケー、ポコにしてよかったわ。集まんないな、なかなか。オッケー、いいよ。なんかこのステージのポコが結構落ち着いてんのかな、マップ的に。なんか冷静に戦えてる。オッケー、見えてんだな、そこにいんの。ちょっと危険、ポコのその爆発。ほら、範囲が広いからさ、ほらほら、ナイス。これちょっと敵がいないな、怪しいな。あ、いるいるいる。やばい、あー、もったいね。ただ勝ってるから、これ1試合目勝てんな。油断しないけど、これミサイル撃ってから行くわ。うん、ちゃんと塗って、倒せる倒せる。お、仲間が、味方が倒してくれた。あ、やばい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 。 OK、 来てる来てる来てる、ナイス。冷静にいけてるな、マジで。 OKOKOK、 はい、俺行くよ。ホコ普段持たないんだけど、あんまり援護する方が好きなので。危ね、倒したぞ。ホコで援護よろしく。援護よろしく。塗ってちょうだい。後ろから来てるよ。うわー、来ちゃった。援護、援護よろしく。オッケーオッケーオッケー。ただいやー、もうちょっとで置けたんだけどな。奪われた。ちょっと待って、延長戦、地獄の延長戦か。地獄の延長戦だな。倒す俺が、俺やろ。オッケー、おちゃー、いけるぞ。しゃー、あー、これで早くなってたんだな、泳ぐのが。うん、あー、うめえ、三ツ矢サイダーだからな。お、13キル 5です。まあまあいいね。あと2試合勝てばいいよ。いける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 。お金も50、もう6万円いけるぞ。同じチームで行こう。オッケーオッケーオッケー。この前ね、その負けた時は夜中の1時とかにやってたんですよ。そしたら超強かったのよ、敵が。なんかだいぶ雰囲気変わってて、なんかラッキーな感じだったな。そこまでなんか超強かったんで前は。さあ、もう一回これを。アボカド。お、手が汚れるんだ。行くぞ。お、向こうちょっと射程長いやついるな。しかしやることは変わらない。ステージも今のところで一緒だから、ちょっと分かったからね。今こっちから上がってくるから、こっちちゃんと塗って、はい、まあこっちかな。ちょっとなかなかまとまらないので、塗るのは一人にして。ノー！ん？どっか
一人隠れた。味方ありがとう、倒してくれたわ。オッケー、倒しました。あぶね。あ、もう一回ミサイル撃てるんで、これで。はい。オッケー。あ、もう一人ロックオンできたな、今。仲間も強いな、また。あー、熱い。くそ、縦振り今ミスしちゃった。お、カウントリードできそう。まだリード、あ、持っててないのか。ちょっと待ってね。これちょっと溜まるまで、ちゃんと、堅実に。オッケー。後ろから来てる。あー、しちゃった。オッケーオッケーオッケー。もったいないミサイルの撃ち方しちゃったけど、ここら辺ちゃんと塗って、これ全然勝てる試合だわ。俺持つよ、じゃあ。倒したんですけど、あお。うわ、オッケー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 。93まで運んだぞ。イカドリンク飲みてー。ほら、おい、この縦振りが癖になるんだよね。おい、今煽ってたな。今仲間にね、煽られてた仲間。かわいそうに、俺倒してやるぞ、絶対。この敵だけは倒してやるよ、俺。めちゃめちゃ煽ってるところを俺が倒したから、仲間はざまぁと思ってるだろうに。カウントリードしたよ、ほら。煽ったりしてると負けんだよ。ほらほら、うわぁ、俺が負けた。正義は勝つんだよ。よしよしよし、待って、ここに負けちゃダメだ。もし煽ってなかったらすいません、なんかそう見えましたわ、僕今。来てる、罠を置こう。罠置きました。必ず通りそうなところに。やばい、危ねえ。やるな、バリアの位置が。ミサイル貯めたいな、俺。うん、オッケーオッケー。うわっ、うまいですね、スプラッシュボム。たまたまかもしれないけど、今絶対避けらんなかった。今私はやばいやばいやばい、来てる来てる来てる。絶対リード許すな、ここは通らないと来れないんだよ。あー、俺の罠が。よし、オッケー、ノー、オッケー。たまったたまった、みんな復活してる。上から来てる上から来てる。オッケー、3人ロックオン、いいぞ、調子がいいぞ。めっちゃ倒してるめっちゃ倒してる。俺持っちゃうよ、今日は持っちゃうよ。援護よろしく。だから持ちたくないんだよ俺は。苦しい戦いだからな、持つのはな。逃げたくなっちゃうんだ、その戦いから。いやダメだ、そんなことダメだ。私はどれだけ料理を頑張ったと言うんだ。あぶね、俺イカ速とか何もつけてないから遅いんだよ、動きが。オッケーオッケー、味方強い。縦振り縦振り、味方強い。いいよ、これストレート勝ちできるぞ。カニー、ナイス、カニ。今日カニ、ボムだな。あー、見えてねえ。勝てるよ、あ、16秒、勝てる勝てる。ミサイル撃ちたいけど、ラスト。これもう普通にここで止めれば勝ちだな。それも俺スコアいいんじゃない。待って、これストレート勝ちできるかもしれない。俺本気でいくよ。あー、最高だぜ、俺ついにランク S いけんのか、料理のおかげで。おー、14キロ6です、いいね。
まさかのストレートいけるかも。やばい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 、同じチームで行こう。なんか調子いい感じするし。オッケー、カニいただきます。中がスカスカ、エビ、エビは毎回うまい。やっぱ手拭きがない、手拭きが、あ、手拭きあるわ。なんかたま、卵も、卵うん、焼きそば、焼きそば、もう全部手で食べ出した。うまい、やばい、強いチームが。うわ、飛び出た。飲みづら。これが歴史的な、あのスプラトゥーンがあんま上手くなかったヒカキンが S に行く歴史的な試合です。相手はガロン、あ、はい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 。こっちもあんま似たような感じか。こっち寿司2人、正統派な感じで、僕はバリアブルという尖った武器で、相手もちょっとバレるスピナーがいるのでちょっと気をつけるべき。あ、ナイス、こんやろ、やべっ、さあ、やばい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 、59、フレンド、フレンドありがとう、50、ちょ、待て、あと1勝したら俺は、うわぁ、うわぁ、ちょっと待て、やばい、24まで来られてっから、こっから大逆転してるからな、これを、バレるスピナーだけ気をつけろ。横来てるよ、横来てる、横来てる、うん、ナイス、味方ナイス。なんだあれ、ガロンか、射程すごいな、これよ。危ない危ない、その爆発危ないよ、ナイス。もう一人来い、来ないか、3人でいいや、オッケー、全然いける、全然いける、多分ミサイルで1人ぐらい倒せないだと。あ、1人倒した、うん、バレてる、さっきよりちょっと強えな敵が。よし、オッケー、罠を置いて、このやろ、オッケーオッケーオッケー、味方ナイス、うまい。そっかそっか、バレルスピナーがあそこで陣取っていると。オッケーオッケー、ただ止められる、止められる、いけるぞいけるぞ。俺ミサイル撃つよ、ミサイル一回撃って牽制して、前の一人だけ倒せば、ほら、ん、なんだなんだ、どうなった今、中央に戻った、あ、落っこしたんだな、どうすりゃいいんだこりゃ、敵がめちゃめちゃいっぱいいる、んだ、このやろ、このやろ、逃げんの早い、うわー、ワイプアウト、やばい、大ピンチ、待って、時間があと半分しかない、やばい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 、それはまずい、インク目の前飛んでくるよ、インク、うわ危ねえ、仲間やられた、まあ、強い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 、あ、やばい、くぅ、ストレート勝ちしたかったのに、あー、やばいやばいやばい、やばいよ、ありがとう、ワイパーだ、いけるいけるいける、俺ちょっとカバーする、カバーする、ゴリ押しカバー、ミサイル撃ちたい、やばい、横いる、あー、後ろか、うわ、ハイパーアウト、うわ、すごい戦った、カニのなんか足みたいな出てきたな、なんか歯の隙間からカニの足が出てきた、今、うん、
これは最後大逆転で OK。 全然あるから、全然ある。あめっぴ、ほらほら、2人倒した、2人倒した、ミサイル2で2人。俺足場作るよ。ミサイルたまる、もう。35秒。頑張れ。この野郎、やばい、時間がない。ここに一人隠れてる。この野郎、いけるぞ、いけるぞ。ある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 、全然ある。うわー、ダメかー、くっそー、ストレートでいかないな、やっぱ甘くねえわ。ただいけるよね、大丈夫だよね、あと一勝だから、頼む。大丈夫だ、冷静にドリンクを飲んで。見るぜ、甘くねえってことは分かったよ。結構倒したと思うんだけどな、12キルしかしてねえや。やばい、大丈夫大丈夫大丈夫、一回勝てばいいんだから。ここで負けたくない、絶対に。同じチームでやんなかったらいいかな。俺が一番うまくやってないじゃん、もうちょっと働かないで。これ緊張してきた。みんな抜けたな。でも行くぞ、頼むぜ。もう抜いちゃう、これ。まじ、グリーンバック抜けなきゃ見れないか。はい、大井綾鷹、頼むぜ、お金アップ。こっち、こっちの武器なんだった。相手はスクースロー、相手はまあベーシックだね。こっちもベーシックだね。似たようなぶっ構成だね。倒せそう、よしよしよし。あのバリアは強い。一発のために撃っちゃう、もったいな。うん、勝てそう勝てそう、こっちパワーある感じする。うん、しょっぱなからなんかかなりこっちが倒してる感じがする。カウントリードした、オッケー。ちょっと待って、溜めてから行くわ。ミサイルがなかなかたまらん、スクスロが危ない。前、ここでいっか。スクスロ来てる、スクスロ来てる。オッケー、見えてるよ、俺には。やお、大振りの間にやられちゃった。よしよしよし、カウントリードしてる、いけるいけるいける。ふぅ、嘘だぞ、俺。それ油断してる、さっきみたいにやるから、やられるから。ちゃんと、無理を生かして今、もう押してってるな。ここはもう一気に参戦するべきだな。いけるいける、倒せる。いけるいける、あ、後ろから来てる。吸盤ボム、右からいけるぞ、右から。これよ、よし。あ、くそ、見えてんな、この人、うまい。オッケーオッケーオッケー、いけるいけるいける。あとこれもうゴリ押しでいける、ゴリ押しでいける。縦振りだ、おらっしゃー、着地縦振り。これよ、3人倒すぞ。惜しい惜しい惜しい、いいいい、あーくそ、あー、そっから降りていく、やばいやばいやばい、油断すんな。よし、俺も飛ぶわ、もう。縦振りで見えてるよ、ここ。後ろ怖い、後ろ怖い、あー、あー、危ねえ。こっから忍びで。で、さらに裏かいて、おいるね、降りるかな。あ、おしおし、スクスロ倒してる、ナイス。おし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 、いや、いけるいける。 S、 もう目の前、 S は目の前。この人強い、ずっとやられない。あと半分、時間は半分。みんなめっちゃ飛んでる。
ホコ上から行ってる、上から行ってる、ホコやられてる。オッケーオッケーオッケー、俺追いかける、大丈夫大丈夫。これよ、オッケー、不正だよ、不正で、おら来てる来てる、速攻で来てる、おらオッケー、縦振り当たるようになってきたな。いる、隠れてる隠れてる、そこやばい、ナイスバリア、横から来るぞこれ、下手すると、止めろ、よしよしよし、いける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 、援護するぜ全力で、オッケー、バレている、たくさん、いい戦いだ、めちゃめちゃいい戦い、ただ味方も全く引き下がらない。おら、連打連打連打、いける、あと1分、なんかめちゃめちゃ凝ってくるな、おい、いけるいけるいける、上いる上いる、ナイス、後ろから来てる、やったー、やったー、やったー、一回負けたけど、それもスコア高いんじゃない俺、やったー、そんなにキルしてないけど、やった、3勝1敗、腕前すぎたー、料理のおかげやね、うわー、よかった、一発でいけた、見てみよう見てみよう、ここにちゃんと入って腕前ありがとうございますはい、というわけで料理もね一生懸命作って腕前 S にもなれたんで、さらにねこれからスプラトゥーン3盛り上がっていくと思うんで、この上 S プラスですね、目指して頑張っていきたいと思います。いよいよ頂点もあと少しだな。皆さんもしよければこの動画グッドボタン、ぜひポチッとよろしくお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ、これゲームズじゃないんだよね、そして私ヒカキン SNS もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ、最初はブンブンじゃんけんポン、ダーロク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 。